はい、マノチです。よろしくお願いします。プロスピ2019やっていきましょう。いや、プロスピ2019やっていきましょうって言葉がなんかすごい嬉しい。いや、ドリームリーグをね、すごくやりたかったの、すげえ楽しみにしてたんだけどさ、これあのオンラインじゃないとできないんだよね。で、今オンラインがメンテナンス中なんですよ。で、できないので、選手作って遊んでいこうかなと思います。まあ、遅から早からね、選手作る動画アップするとは思ってたので、まあ、今回の18時枠というか単発枠はこの感じになるかな。どうでしょうね、今日18日なんですけども、もしかしたらメンテナンス終われば、まあ、この動画とは別にそのドリームペナントだっけ、なんだっけ、そのオンラインのやつはアップするかもしれないです。で、この1年チャレンジとこの大会チャレンジ、これは高校野球のやつらしいんですよね。これは多分時間かかるから、このカードのやつ、これで遊んでいきたいと思います。練習チャレンジですね。はい。まあちょっとノーカットで、ちょっとガチで、なんかこう、面白そうな選手を作っていきたいなんじゃ、ショート、なんとなくだけど。打撃の得意、不得意コースの編集、そんなこともできるんだ。消費ポイントに。ダウンが、あ、ダウンを入れれば、残りポイントがアップするってことか。あ、違うわ。ん？よくわかんねえ。助けてくれ。助けてくれ。これ、不得意コースまで作る意味ないんじゃないの？いや、もうとりあえず真ん中だよ。これってあれなんだ。上向きって、ストレートってことではないのかな？まあこんな感じでいいわ。はい、あ、あれか、上のやつか。はい、はい、あー、なるほど、はいはいはい、はい、なんかめんどくさそう。とりあえず闘魂注入だな。いわゆる覚醒チャレンジみたいなことだよね、これね。やってることは絶対スピリッツは必要だから、あ、とりあえず張り切りの皮あげますか。とりあえずこれイベントボーナス、はい、一応聞いておきましょうか。マネージャー単数アップ、チームメイター成長ポイントアップ、監督とライバルは基礎能力と特殊能力極意が、はい、あー、変なの、うん、同じキャラを狙っていくといいんだ。あ、じゃあ、あの並んでる江藤君を2人でいいのかな。あのポーカー式の方がすげえ簡単に作れて楽しかったんだけど、まあ、楽しかったと言い切っていいのかな、わかんないけどさ。あ、長打4になっちゃった。これ、はい、多分このイベントボーナスは止まってった方がいいんだろうな。これ監督なんだ。とりあえず闘魂注入して、あの張り切りレベルが全然アップする気がしない。あと1、1、1、ミート練習かな。あ、闘魂がいいかな。あ、闘魂動かないのか。じゃあ1だ。あ、これ一周すると張り切りレベルがアップするってことでいいのかな、っていうぐらいの認識でいいのかな。あ、神の手だ。ゲットしよう。
なかなかです。なかなかめんどくさいっちゃめんどくさいですよ、これ。1がない、連発。1来たね。ガタイいいね、君。レベルアップ、はい。あ、清瀬さんでいいのかな、読み方は。あれがマネージャーなのかな。ずいぶん大人びたマネージャーですけども。これすっげえむずい気がする。あ、マネージャーな。あ、こう見ると女の子、いや結構大人っぽいな。おー、これむずいね。全然いい選手を作れる気がしない。うわ、むず。もう残りターン全然ないじゃん。いや、これさ、いや、どうなん、慣れればなのかもしんないけど、2015のあのポーカーのやつの方が簡単だよと思うけど。まあとりあえずクリアはしたけどさ、プロ入りおめでとう。はい。あ、ちょっと俺あの用紙設定とかすごいやりたかったの。プロスピー19。あ、そういう名前なのね。とりあえず名前決めとくわ。いや、もう最初から絶対下ネタとかやめるから。まあちょっとアジア系の人ということで、チンポーさんを作りました。で、音声、あ、これ間野ってあんのかな。ま、ちょっとごめん、間野探し。マノは毎回あるんだよね、プロスピにはね。まあ、あった！マノ。はい、どうも。じゃあ、学ぶで。これ気になるね。年齢は？あー、55歳までか。まあ、こんな感じで。いいでしょう。フォーム設定、これも超楽しそうね。いろいろあるんだろうな。スペシャル、まあ俺はこの打撃フォームを見ただけだったらちょっと分かんないけども、まあまあまあこれでいいわ。もうちょっとごめん、適当だけどね。用紙設定、これが楽しみ。画像読み込み、画像読み込みなんてあんの。ってことは俺の写真をとか、そういうことだよね、きっとね、これね。あ、 USB ないわ。画像読み込みなんだ。画像書きだし、画像読み込み、あのウィーレとかそういうことではないのか。そういう感じだと思ったけど違うな、きっとな。画像書き出しがあるってことは、作った顔を書き出して、その画像をどっかからこうダウンロードしてくれば同じ顔を作れるとか、そういうことやか。まずヘアスタイルだよね。ヘアスタイル大事だよね。刈り上げとかある。アフロ、モヒカン。うわ、ドレッドだ、かっこいい。ロングヘア、ロングヘアいいね。うわ、髪の毛揺れるぜ。いや、まあちょっとドレッドしようかな。いや、ちょ、ロングヘアかな。ロングヘアで。面白い、いいねこれね。まあ、どうせ使わねえ選手やし、なんかちょっと派手めにしよっか。いいな、いいな、いいな。じゃあ、紫。ひげはひげ。ひげ、長いひげにしたら、あ、なんか一気にかっこよくなった。渋い。長いひげとかにしたら揺れたりするのかな。長いひげがないのか。紫。紫は。いいね、メガネ。どんな、ああ、かっこいいかも。かっこいいかも、今の。14番でしょ。14番いってくるでしょ。かっこいい、かっこいい。全然いいよ、これで。まあ、ここら辺はな、そんなにいじってもなってとこだよね。まあ、ちょっとなんか適当にいじっとこうか。
次はごめん、本当今適当に言ってる。え、なんかちょっとイケメンじゃない？いいね。はい、オッケー。あ、装備品。あ、耳当てあるんだ。あ、いいね。両方もある。すごいねこれね。うん、これだな。かっこいい、セントセイヤみたいな。こんなのもできるの？もうこれ。ネックレスの種類は特には増えてないか。あー、すげえ。グローブの色を細かく決めれるようになってる。ちょっとリストバンドもちょっとかっこよくなってんね。なんかすげえ光沢かかってんね。あ、金色だからか。まあこれでいいわ。ん？あ、こっちか。いいじゃんいいじゃん、いいねこれね。あ、これもつけれんの？手の甲のやつ。面白い。アンダーシャツ、半袖だな。アームスリープって何？あ、片腕だけのやつって、あれアームスリープって言うんだ。いいね。てか身長とか、あ、体か。ごめん、ちょっとこれリアルにさ、俺の身長体重にしていい？待って、これいかないと思う、俺の体重まで。あ、いかない全然いかなかった。痩せ型にすれば、あ、いかないのか。まあとりあえず初めて作った選手ですよ。能力アップしてね。はい、選手作り直してきました。今こっからちょっと能力アップをねしていきたいと思います。これさ、すごい大変じゃないか。いい選手作ろうと思ったら、コツとかがきっとあるんだろうな。とりあえずあんま特殊能力を覚えさせずに、基礎能力だけババッと上げて終わろうかなと思うんですけども、疲労回復でもあれなんだね、総合力上がるんだね。ね、これむず、めちゃめちゃむずいね。結構運勝負なんのかな。これ実際どう、みんなやったかな。俺的にはやっぱりあれだわ、あのポーカー式の方が、2015の方がこれは好き。はい、なんやかんや2人作っちゃったな。はい、では、終わりましょうか。難しいですねこれね。 VP めっちゃもらえんじゃん、ちょっと作るだけで。はい、では、選手を作ったという動画でございました。まだオンラインできないのかな。メンテナンス中か。いつまでなんだろうな。今8時前なんですけど、朝の。まあとりあえず今回ここで終わりましょうか。っていうかこれ他ないよね。
選手作るモードなんて、これだけだよね、オリジナル選手作る方法。ちょっと大変ですねこれね。まあ、今回ここで終わります。終わり、バイバイ。